維新の党の、松野、より久代表は30日、民主党の、岡田、勝也代表と両党の、合流に向けた協議を、加速させる考えを強調した。両氏は31日、国会内で会談する。松野氏は、東京都内で記者団に、岡田氏と野党再編について、協議を開いて話す機会を、作りたい。一強多弱の状況を、変えていくため、強い野党を、作っていかなければいけない。岡田氏も同じ思いではないか、と語った。一方、松野氏は、橋本、徹、元最高顧問、大阪市長、が、新党結成を明らかにしたことに、対し、寝耳に水で、びっくりしている。困惑しているのが、正直なところだ、と述べた。橋本氏とは連絡が取れていないという、新党への合流を決めている関西を、地盤とする同党議員に、対しては、反党行為だと思うが、冷静に話し合っていきたい。もう一回、党を割らないことも考えるべきではないか、と語った。